まあ、こちら開けるとよいしょ、どう匂いの方を嗅いでみて。独特の塩素の匂いしますね、うん、塩素、はい、でこれを1杯分入れます。こんにちは、ガッチャンです。前に飲み水としての水問題をお送りしましたが、今回は一般的な生活の水のことをお送りします。よくキャンピングカー乗りの方から車内で異臭がして原因をたどると水のタンクだったとお聞きします。しかし私たちはある対策をしているので臭くなったことがありません。キャンピングカーの水はキッチンやマルチルームからシャワーや蛇口から出せる水があります。オルビスユーロのゆうちゃんは清水タンク、またそこからつながる温水タンクを生活水としてどのようにきれいに維持しているのか、今回はその対策をご紹介します。水は人間が生活するのに必要不可欠なものです。一般の水道水には塩素が含まれてますよね。そこで私たちはベビー用品でも有名な塩素を使ったミルトンを使用し、水を清潔に保つようにしています。ポリタンク製のタンクだとプラスチックの匂いが水に移ると言われています。その代わり交換は容易にできますよね。オルビスユーロの清水タンク、温水タンクはステンレス製です。このステンレス製のタンクは清潔に保つには優れているのですが、交換が簡単ではありません。ミルトンは塩素系なので、いわゆるプールの匂いがします。塩素を使用するメリットは一般水道で使われている安全性、さらにミルトンならばベビー用品として使われている安全性の象徴的商品です。しかしデメリットもあります。塩素はステンレスを錆びさせてしまうのです。ですがそれをカバーできる要点がいくつかあります。まず1つ目、普通のステンレスに比べて耐食性に優れたステンレスだそうです。ある程度大丈夫かと思って使用しています。2つ目、私たちのキャンピングカーが家として使用しています。普段から水を循環させているので塩素が常にタンクに留まるのではなく動くことで問題は軽減されると考えています。3つ目、旅をしていると1週間に2回ほど補給をします。その時に水も補水するのですが、塩素をその時に入れます。その時に1回目は塩素を入れ、2回目は入れないと、ステンレスタンクへのダメージを少なくなるようにしています。車種によって搭載されている清水タンクや温水タンクがステンレスなのかポリタンクなのか、はたまたアルミなのか、いろいろと種類があるそうです。対応にやり方がいろいろとありますので、詳しくは販売製造ビルダーさんにお聞きするのが一番良いかもしれませんね。これから暑くなる夏に向けて安全に快適にお過ごしください。それでは今回ご視聴ありがとうございます。またの動画でお会いしましょう。さようなら。